はいどうもみなさんこんにちは、ゆうすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回もぷよぷよ実況やっていきます。やっていこうか。お盆休み終わっちゃいましたね。今週から仕事とか始まる人多いらしいからな。学校とかは始まっている人とそうじゃない人とかいるみたいだからね。この前何気なくコミュニティでみんな学校あるの？って聞いたら、まだですって人が結構いたからな。まあでもどのみち8月も下旬だからな。なんだかんだでね。早いね、時間流れるの。皆さんは夏休みエンジョイできましたかね？お、これは飽和狙いですかね。これ結構火力でかいかも。相手からの単発の最速が来たな。よし、相手の2連鎖が刺さる前に飽和したぞ。回収率はあんまりですけど、それでも結構でかいとは思います。あとは相手がどれくらい伸ばせるかだね。相手は鍵組と GTR とかしたような形だからな。伸ばし次第では返されそうな気もするが、ここからは祈りタイムです。最終鬼の神頼みだ。しました。13連鎖ですね。8万点、相手はこれを返せる量はあるのかね。緑がない。って思ったら黄色から繋がっているのね。ぷよの消えた量は多いが、肝心の連鎖数が足りなさそうだな。いやー、やっぱり大火力本戦打った後は気持ちがいいですね。最後まで組み切れるとぷよぷよ楽しいよね。外人だから多少隙を作らない非効率な積み方しないといけないけど、相手の最速を避けて決め切れた時は楽しい。まだ負けるわけには。そんじゃあそのまま2戦目も本戦重視で組んでいきたいですね。でも相手も結構本戦は得意そうだったから油断していると負ける可能性あるぞ。そうだね、言うても5万点はあったし、さっきの本戦暴発してなかったら返されていたかもしれない。今回はお互いに変形した GTR を使ってますね。あんまりこの形は好きじゃないんですよね。折り返しが平らにならなくて組みづらい。連鎖日も今回はオリジナルになったからなんか不安だわ。まあ一応連鎖は入ってるから連鎖数は稼げそうだね。とりあえずここから右上に伸ばしていきますか。隙ができやすい台に折り返しはなんとか組み切れたな。これはどこまで伸ばそうかな。これで発火しても十分な量遅れそう。一回紫で単発をして、そしたら先打ちしちゃおうかな。まあ早めに本戦を打つことによってセカンド有利も取れるしな。これ自分で言うのもあれだけど、この形でよく綺麗に組めたな。苦手克服したんじゃない？そんなつもりはないんだけどね。相手はどこまで伸ばしてくるかな。黄色で発火してきたな。どうだ、帰ってくるか帰ってこないか微妙な量だけど、まあ帰ってきたとしても赤玉2個ぐらいだと思うから、セカンドがうまく組めれば有利だとは思う。7、8、9、10、9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 
ゲーム。そんじゃあ2戦目です。今回はしっかり中盤戦も視野に入れて戦っていきたいと思います。相手も同じような GTR だな。手順は少し違うけど。ちょっと手順間違えたかな。こっちより向こうの方が綺麗に組めてるね。なおさら中盤で有利取らないと飽和で負けそうじゃない？ちょっと連鎖技も適当になったな。これ土台として結構やばくね。相手は何でもできそうだな。あの形だと。向こうからなんか仕掛けてくるかな。とりあえず第2折り返しを組み進めていって。向こうは単発を先に仕掛けてきましたね。これは1回に連鎖で対応します。向こうに少し振るかな。あの多重の部分が少し厄介だな。何か仕掛けてきそうだけど。ちょっと様子見しながら組んでいきましょうか。これネクネクの青緑でイバラ打てますね。それで再速してみましょうか。丈夫でのイバラは強いよな。相手は大きく動いてきた。これはどう対応する？これは本線打ちましょう。ってあれめっちゃ右側にも繋がってない。さすがに相手はプヨヨンを使いすぎか。言うてもこっちも火力そこそこだからな。あそこからのリカバリーがうまければ負けそう。ちょっと連結は多いからその分でどうにかならないかね。でも相手も連鎖技部分まで崩壊させたせいでだいぶ組みにくくなっているぞ。あれは、4連鎖止まりですね。気持ちいいです。いじめないで。あれは、一種の騙しみたいなもんだったのかな。でも予期しない連鎖だったとも見えるよね。まあそこで本戦打ったのは結果的には良かったわ。僕はあっても4連鎖くらいかなって思ってたから。今みたいのやられると難しいよな。騙しとかね、超高等技術だからね。まあよくわからない時は本戦合わしちゃえばいいんだけど。今回はしっかり本戦を組めているね。しっかり多重と連鎖技を入れて、連鎖数稼げそうな形ではある。まずは一回単発で様子見をしていきます。それを受けて相手も単発だな。なんか連結多いから仕掛けてきそうだな。二択だな。それ本戦打っちゃうか。回収率は高いからね。相手も効率のいい伸ばしが要求されそうだけど。しかも2列目高くしたから伸ばしにくそうだよね。あれ4度目の神頼み。2試合あって2試合とも神頼みか。10連鎖。相手の本戦それ以上ありそう。いやあれは青置き忘れて繋がっていないな。お、神頼みのおかげかこれは。あんま凝視してなかったけど2打目を察知できたのが良かった。本戦の回収率高かったのも相手のプレッシャーにはなったかもね。雑談パートやっていきましょうか。ついにやってきてしまったこの時間。やってきて欲しくなかったような言い方だな。もしかマック、久々にこういう話題やってみますか。定期的にあるマックの話題ね。一応マックとモスバーガーの話だからね。モスバーガー最近食べたりしたのか。いや
2年くらい食べてないかもしれない。この時点でマック派なんでしょうけど。モスバーガー派の皆さんが悲しむよ。嫌いじゃないけどね、モスバーガーもね。モスバーガーはあれなんだよね、あんまり近くに店がないから食べたくても食べることができないという事実。それは残念だな。モスバーガーだと何が好きなの？まあオニオンリングは好きですよね。それは安定して美味しいよな。オニオンリングはマックじゃ食べることができないからね。あとはなんだろうな、一番よく食べるバーガーはチーズバーガーみたいなやつなんだけど。みたいなやつっていうのはどういうことだ？チーズバーガーじゃないってことか。またマックと比較するようで悪いけど、なんかソースが美味しいんだよね。あとサイズがでかい。だけどそれなりに値段も張るんだけどね。僕はモスバーガー行ったらそのハンバーガーとオニオンリングの2つを食べますね。合わせていくらぐらい？700円くらいした気がするな。まあやっぱりお手頃な価格とは言いにくいよな。その分味はすごく美味しいけどね。だから仮に近くに店があっても頻繁には行かないかもしれないな。毎日行ってたらお金がめちゃくちゃ飛びそうだからな。だからあれだよね、マックとモスバーガーだったら値段が安いって意味ではマックになるのかもしれない。でもモスバーガーも好きな商品あるからな。たまに食べたくなるって感じね。ちなみにマックは最近行ったのか、ちょこちょこテイクアウトして食べたりしている。マックの好きな食べ物なんだっけ？安定のディップマックですね。いっぱい食べれるから。確かにボリュームもあるからいいんだけど、それ以上に味が美味しいんだよね。ディップマックソースってのがあるからな。一回商品化されたけど即完売した商品。その他には？その次に一番食べているのはダブルチーズバーガーかなって思う。そこも鉄板だよな。でも前原一の岩井さんがダブルチーズバーガーを頼むならチーズバーガーを2個頼めばいいとか言ってて、その話に妙に納得してしまって食べる時に謎の罪悪感が生まれている。でも2個頼んだらもっと高くなるんじゃないか。いや実はダブルチーズバーガー1個と普通のチーズバーガー2個だとね、後者の方が安いんですよ。どれくらい違うの？まあ実際のところ20円くらいだったんだけどね。つまりその20円はダブルチーズバーガーにする技術代ってことだな。興味がある方はハライチのターン聞いてみてほしい。ダブチ論争みたいのがあって Y さんと澤部さんが論争しているから面白そう。まあマックでよく食べるのはそれくらいかな。あとは期間限定の美味しそうなバーガーをたまに食べたりするくらいかな。期間限定も美味しいやつ多いよな。それもマック行く楽しみの一つだったりするしね。まあ僕はマックもモスも両方行く感じですね。いかったら皆さんのマックかモスの好きなメニューをコメントに書いてみてください。そんじゃあ次はコメント返しだね。過去の自分にこれだけはやめとけと伝えたい言葉。なんかあるかな。案外黒歴史も話のネタになるからあんまりないんだよね。マジで後悔したことないのか。強いて言うなら話したことない女子に告白なんかするなと言いたいですね。結局それなのかよ。毎日投稿ほんと助かります。質問ですがオープニングとか作らないんですか？すいません、最近ちょっとまた毎日投稿途切れてしまって。サボりの罰を与えなくては。オープニングは作る予定ないですね。それなら実況しているシーンを長くした方がいいかなって。その方がいろいろとメリットあるんだよな。なんか余計なシーン入れるとあんまり再生されないんですよね。今のスタイルが一番需要あるらしいので現状維持で。一つです。質問なんですけど、今までのぷよぷよの中で一番4作だと思ったものは何ですか？やっぱりアーケードじゃないですかね。アーケードってどっち？ぷよぷよくんの方だね。やったことあるのか？やったことないけど、過去の SC リーグとかはよく見ていたからね。あの動画見ても一番ゲームバランスが整ってるんじゃないかなとは思う。今のはちょっとゲームスピード速いからな。いっぱいつも引けちゃうからね。まあ僕は技術が高くないので今のぷよスポに満足してますけど、AC 時代からやっている人たちはその時のテオリーとギャップがあるんじゃないかな。ぷよぷよってテトリスでいう最適化のようなものはありますか？これ常に置くときはある程度の操作技術がいるかもしれないです。一度右回転して位置をずらすんだよね。そうそう、まあテトリスほど難しくはないとは思います。ぷよぷよは操作よりも連鎖構築で突っかかる人が多そうだよな。同時消しの短所って何ですかね？っていうかそもそもあるの？火力が小さいってデメリットじゃないですかね。同じぷよ量が消えるとして2連鎖同時消しより3連鎖で消化した方が得点は大きいはず。まあだから状況に応じてだよな。早い攻撃が刺さりそうな時は同時消しにするし、相手が無駄構えているなら3連鎖を打った方がいいからな。まあ少なくとも短所がないってことはないと思います。 e スポーツ最近やってなかったのにやり始めたんですね。両立できるように頑張ってください。両立ねえ、意外とこれが大変で難しい。2つのゲームの実力を維持するのってやっぱり難しいの？ぷよがね、思っていたより実力下がっていてびっくりした。まあ下がりそうだよな、こういうシビアなゲームって。質問です。もし職質をかけられて犯人扱いされた場合、イニシケさんはどうしますか？採用されたい？前任中の前任なので職質かけられたことないですけど想定して答えたいと思います。謎の前任アピールした。まあもちろんまずは否定して、それでも疑うようなら潔白を証明する証拠を探す。証拠がなかったらその時は思考が停止する。捕まるんじゃねえか。難しい質問でした。というわけで今回もコメント返しはここまでで終わりたいと思います。次回コメントよろしくだぜ。ラストやっていきます。開幕前消し戦ですね。ここは最近ぷよテトをやり込んでいる自分にとっては見せどころだが、まずカウンターを組めるかどうかという壁を乗り越えなければいけないな。あ、これ2度目の前消しありますね。相手も2回目の前消し取ってきたね。だけどこれは3連鎖目が相手は連結なのでこっちにも邪魔が来るかな。リスクだな。それくらいならまだ許容範囲だな。さあ多少のリソース差は生まれましたが、気にせずカウンターを組んでいきます。お互いに右側で組んでいくと、お、これはまた前消しが取れますね。5連鎖だけど打っちゃいますか。相手が6連鎖以上のカウンターを組んでいたらやばかったが3連鎖打ってきたな。あ、これネクタに右じゃないですか。これで相手は赤玉1個直撃して、このまま緑で追い打ちします。大変だ。あれ
ちょっと運が良すぎましたね。今の試合でトータル3回全消し取ったんだな。さあ今回は全消し戦ではなく普通の試合。相手の罪は先折り GTR。あ、これはあんまりいい形にならないな。序盤の罪でそんなわかるのか。まあ致命的に形が悪いわけじゃないけど、僕は好きじゃない形になってしまった。この紫の盾さんが嫌だね。っていうか相手も先折り GTR だったのが違う積み方になってない。お気にすしたから違う積み方に切り替えたんじゃないか。ならば僕はそこを消えていく。2連鎖ダブルを仕掛けます。一応本戦は打てたね。ここから伸ばしタイムです。だけど折り返しが変な感じになっちゃった。でも相手の本戦火力も大きくないからこれで帰るんじゃない。それ連鎖に入らないんじゃないか。あ、黄色が青と同時消しになる薬膳。ちょっと何してんのよ。そんなお釜みたいな主張でキレられても。いや、しっかり回収できれば勝てたのに。連鎖に下手くそおじさん現る。僕の体の中に降臨したわ。下手くそおじさん。だからあんまり使わない不正形な連鎖着になるの好きじゃないんですよね。お、今回は相手は後折り GTR だな。最近あまり見ることのない後折り使いか。ちょっと赤が連結になったの良くないなこれ。多重とか作りにくそうだなこれ。二ダブまた組んでみようかな。それでさっきは本戦打たせられたからね。まあ途中までは試合内容良かったからな。さあ黄色を引いて二ダブ打っていきます。相手は、4連鎖対応、うまいですね。もういいや、これ本戦打っちゃおう。割り込みとかはしなさそうだね。6連鎖か、連結あるからなんとなる。多分、確実じゃないのかよ。相手はそのまま本戦打ってきたね。これはカウンター組んで耐えられるようにしよう。6連鎖だからちょっと不利そうだな。あれ、こんなもんしか振らないんだっけ。せっかく高く構えたのに見ないじゃん。っていうか相手謎の地味落下。なんかこれ刺さりそうだな。大変だ。まあ最後は腑に落ちない勝ち方でしたけど。まあ結果オーライってことで。